で変に中盤が下がらないで3バックの中で回すというようなイメージですかね。スペースができて中一旦ここでスピードダウンします。中村俊輔ワンツー、藤田紅白戦などではあったと、そういうふうにコメントしていた工藤です。そうですね、センターに近藤、右に鈴木、左渡辺、ハイボールにします中村、藤田、これがレアンドロ、その近くに工藤と田中純也が入ります。斉藤、下平、藤田、ここには近藤がついて、小林は2004年から10年まで柏レイソルにいました。 J1 では113試合レイソル時代には出場しています。下平、うん、藤田へ残ったチャンス、近藤だ、こぼれ球、さっきチャンスが来ました横浜富澤、今良さが出ましたね。そうですね、はい、ゴール前に飛び込んでいくんではなくて少しマイナス4から田中純也へ、中町、兵道、スピードアップしたいですね、中に運んで、うん、スルーパスのチャンス出すですかね、はい、コンビで崩してきました。そうでしたね、縦のボールが入ってもうワンタッチでリアンドが駆動に出しましたけどもね、はい、おっと危ない、味方同士でぶつかった杉野のボール、中澤が来ます。あー、これ強いかもしれません。ハングギョンのファーでフリーになる、はい、でボールをキープできます。クロスが入って大外、藤田へ抜けるチャンス、中町、兵道、ワンラインにならないこと、そして攻撃は厚みを持たせよう、菅野、と危ない、ね、藤田が追っていきます。受けて下平、柔らかいボール。いやー、拾った斉藤、うん。藤田を投入。で伊藤、藤田がツートップになりました。さあ、藤田が抑えて中村俊輔。まだないと思います。鈴木さん、はい、F マリノス得点がないということで、まあ、その責任を感じているのは11番斉藤学選手のうち十分感じました。やはり、まあ、最後その個人というところがかかるもんですからね、予約選手というところを掴めてきたかもしれませんね。さあ藤田がセル、こうスタメン起用の藤田、ここに斉藤学、小林、何ができるかでしょう。中村俊輔、浮かしたボール、ファーサイド、下平が来る、上がり右サイドにいるんですが、ここからは左ですね、左ですね、はい、さあその富澤から左の中村俊輔、斉藤が右サイド手を挙げている、ここに小林がいる、さあ俊輔かわしてクロス、ゴール前、藤田、じゃあ、ね、やってもね、うん、ボールを欲しかった藤田、この振りに点を取ると本当に力強く話をしていました。そうですか。さあその藤田ワンタッチ、やはりそのスタミナを要すると思うんですが、後半に向けてこれがどれだけ影響するかですね。まあそこまで小林からここもプレッシャーをかけてきます FC 東京です。選手だと F マリノスの選手も認めているんですね。特に同じボランチの中町選手、徳永は大
オーバーエイジ枠でロンドンオリンピックに出場しました。まあ、その時はチームメイトだったんですが、今日はまさに攻撃とディフェンスで、そうですね、マッチアップしています。フィッカデンティ監督、選手とは近い距離でプレーをして、すごく良かったと、そんなに練習してない割にはできたという手応えがあったようなんですね。ただ最後の崩し精度などはもっと話し合ってオプションを増やしていきたいということを言っていました。はい、さあ藤田が今そのボールを欲しがっています。ここですよね、はい、今この藤田ボールを欲しがってゴール前に伊藤翔、日本代表候補の斉藤、藤田下げてここに下平、藤本、抜群にやりやすいという話をしています。ああ、そうですか、はい、ですので、まあ、ここからも後半からの巻き返しにすごく大きな、吹いていたのが一旦攻撃はサイドを有効に使っていこうと、そして最後ホームゲームや絶対に逆転しようと監督も強い気持ちで送り出しました。そのサイドからカウンター、藤田、左サイド、斉藤が今ボール欲しかった、斉藤前を向く、あーここは欲しくない、今平山が戻っていました。中村俊輔がその1本のパスを狙っています。ワンツーで抜け出す藤本、さあここでワンツー抜け出した藤本、藤本、この斉藤は欧州戦、まあ、ここは奈良は20番が佐藤、ここに藤本純吾、このクロス合いません。まあ、ここで求められるのは今みたいにクロスが、奈良和が行く、ファーサイドに佐藤がいる、しかね、今クリアで見てても、上げるんだったら上げろっていうようなジェスチャーなんですよね。ああ、なるほど、中澤も行きましたね。中澤もすでに上がっています。さあクロスが入ってきた、ニアでの攻防なると思うんですけど、そこ のミスを少し減らしたいんですね。味方のパスです、抜ければ藤田、福田さん、その辺の判断が共有できてればいいわけですね。いや、そうですね、藤田が下げます。さて7番、このゲーム初めてこの辺まで上がってきました。方が左に逃げます、草木、藤田、ちょっと収まらない、そうですよね、はい、あそこ収まってたら全然、フリップの関係をうまく使いながら相手を牽制するわけですよね。おっと、これは、藤田、そこのところが今日思うよりね、原口のポジションがじれずに戦っています。エドマリノス、まあ、よくペトロビッシュさんハーフタイムのコメントで、はい、もっとハードワークしろと走るでしたけど、まあ、西川前に出てくるの一番得意としてますからね。その形でなんとかしのぎました。西川やっぱり予測してポジション取って、はい、アウェーチーム F マリノスボールのキックオフです。クランのデュトラのロングパスです。藤田流れました。サイドに激しくプレッシャーをかけます。西川はこの辺りは冷静です。今のフェイクなんかもう素晴らしいですよ。はい、キーパーねミスしたら失点なんで、なかなかねああいう落ち着いたプレーできませんけど、まあ、相当自信があるっていうことだと思いますけどね。藤田抜けます、収めた、藤田シュート、アルベルト・ザッケローニ、アジアカップタイトル決定弾を放ったリー・タダナリ、まあ、午前試合でのゴールです。藤本純吾、菅原、左のペナルティの角近くで手を挙げました。くさび、藤本反転したパス、藤田またいで斉藤、今日見てこの日産スタジアムに来ることを決めたということなんですね。実に10年ぶりのサッカー観戦だということで、普段は土日も仕事があって、まあ、ゴールデンウィークだ、さあ前を向いたリース、前節待望の J リーグ初ゴールがありました。まあ、また見に行きたいという試合をしないといけないですからね。なるほど、ことなんでしょうね。嫌だと思いますよね。今シーズン背番号を10番にして、さらにさあ中村俊輔、このあとその中村俊輔と斉藤が交代という、さあしかしここはいいパスが抜けた、伊藤翔、藤田が入ってくる、藤田決まった、ツートップでやりましたね。マリノス先制、6試合ぶりのゴール、攻める F マリノス、すると後半アディショナルタイム、中村俊輔の左足からビッグチャンスが生まれます。途中出場の藤田が古巣相手にゴール、これがそのまま決勝点となり、敗れた大宮は連勝が3でストップ、
F マリノスが打ち合いを制し、大宮のホームで初勝利を挙げました。